お腹周りの筋群といいましても、この直線の部分ですね、腹直筋、それから外腹斜筋、その下にある内腹斜筋、それから腹横筋といろいろな筋肉の種類があります。次の種目では、腹直筋はもちろんなんですけれども、斜筋といわれる体をひねるときに使っている筋肉を強化するためのトレーニングのバリエーションをご説明したいと思います。仰向けに寝て膝を立て、クランチと同じようなポジションからスタートをします。一番簡単なやり方ですと、この左足に対して右手の手のひらを太ももの外側に置いて、ここからこのようにひねるような形で体をねじりながら巻き上げていきます。半分だけひねった状態になりますので、こちら側の斜筋は非常に強く収縮をすることになります。あまり大きくダイナミックに動かす必要はありません。スタートの位置がここになりまして、すでにこの時点でアイソメトリックな収縮からスタートをします。そこからこのように小さな動きで。トレーニング中のお腹の筋肉の緩みが出ないように連続して動作を行っていきます。ただしスピードはこのようにある程度ゆっくりしたスピードでコントロールして筋肉の収縮が抜けないように行ってください。この時に、肩の部分ですね、肩甲骨まで浮かせておくことによって腹筋、この体幹部分の筋肉の収縮を上げることができます。反対の動きも見てください。少しひねった状態で手のひらを反対側の太ももの外側に置きます。そこから余っている方の手をお腹の上に置いて、お腹を触りながら筋肉に力が入っているのを感じてトレーニングを行うと非常にやりやすいと思います。このように小さな動きで最初はひねるときにどのように体が使われているのかというのを理解しながら進めていくと安全に強化することができます。慣れてきたら当然ここから運動の強度を上げていかなければいけません。これにつきましては次の段階としまして、このようなクランチのポジションの片方の足をまっすぐ伸ばして宙に浮かして行います。このようにすることによって持ち上げた足側の筋群はすでに収縮を始めています。そして両手を重ねて片方の足の上に置くことによって体は真ん中のラインから少し軸が歪んだ形でトレーニングをすることになります。そのことによって外腹斜筋の収縮が始まるというわけですね。このようなポジションから伸ばして足の方側に体を動かすわけですけれども、このように真ん中のラインから少し歪んだ状態でトレーニングを行うことになりますので、腹直筋だけで見ても左右非対称に使っております。そのことによって片側の歪みが大きい方側の筋肉がより強く収縮をしているということになりますので、こうしたトレーニングによって腹直筋から徐々に斜筋を運動に参加させる、こうすることによってひねりの動作をやりやすいような下地を作っていくということが非常に有効になります。逆も同じように行います。片足を上げまして真ん中のラインから少し外れて、そこから上体が上がっていきます。伸ばした足と反対側の腹直筋、それから外腹斜筋が強く収縮をすることになります。
このようにしてトレーニングを行って、さらに少しずつダイナミックな動作を加えていくことになります。今度は仰向けに出た状態で、肘と反対側の膝を対角線のパターンでクロスしていくというトレーニングを行います。手は必ずしも万歳までする必要はありませんが、頭の後ろぐらいからスタートしまして、ここから膝と肘を近づけるように持っていきます。体をひねるように動かしていくというところがポイントになるわけですけれども、目標は肘と膝というふうに置いたときにつかないといけないような錯覚に陥ってしまいますから、よく起きる間違いが、このように勢いをつけてスピードで運動を行ってしまうというケースです。これは筋力トレーニングから動作トレーニングの方に移行していますので、筋力が足りなくても勢いで運動が完結してしまいます。その場合には腹筋を使っていないわけではないんですけれども、最大収縮というポジションからはすでに抜けてしまって、せっかくのトレーニングが少し、マイナスロスが多くなってしまいます。従いまして、体幹部をしっかり鍛えたいという意識が、優先であるならば、スピードはコントロールして行う方が正しい動きになります。かなりきつい動きになりますけれども、少しずつひねりながら徐々に膝と肘を近づけていく。このような動きです。逆も同じですね。足と上半身が同じタイミングで動いていきます。可動域に大きくこだわってしまうと、どうしても筋力を犠牲にしてしまいますので、そういうごまかしがないようにですね、しっかりスピードをコントロールして行うことがこの段階では必要になります。左右対称に行うために、どちらかやりにくい方からスタートをして、得意な方も弱い方に合わせる。このような形で少しずつバランスを鍛えていきましょう。対角線のパターンで動きがしっかりできるようになってきたら、運動強度を上げるために今度は、足も上半身も、腕と足自体を伸ばした状態で行います。同じ対角線のパターンですけれども、先ほどこのように動かしていったのがこうした動きに変わります。同じことを逆でも行います。腕の動きは少しこのようにひねりが入っています。開外したポジションから開内ポジション、肩の付け根の方ですね、ここから動かしていきます。このように半分だけひねっていくという形になります。足の方が上半身よりはどうしても軽くなりますので、スピードを出せば出すほど足の方が大きな動きを作って上半身の方が小さくなってしまいます。そうしますと、体幹を収縮できるポジションが少ししか起きなくなってしまいますので、運動の効果を出すことが難しくなります。足は上げてきてもできるだけ床のラインに対して垂直のポジションまでに留めるようにしましょう。勢いをつけてあまり頭上の方側まで倒してしまわないようにですね、そこが一つポイントになってきます。でさらにこれも楽にできるようになってきた場合には、運動の強度をまた上げていかなければいけません。これはトレーニングの世界でいうところの、オーバーロードの原理というものに従ったことになります。慣れてきたことから
ほんのちょっとだけきついことに少しずつステップアップしていくわけですね。そのためにどのようにするかというと、今まで半分だけ動かしてきたものを左右交互に、そして体幹を常時収縮させるために足も腕も浮かせたまま行うというトレーニングになります。半分ずつ行ってきた部分を交互に行っていくんですけれども、足は両方浮かした状態からスタートします。足を浮かせて上半身をひねっていく。これは非常にバランスを取ることも難しくなりますし、床についていない時点で常に腹筋の部分はアイソメトリックな収縮をした状態になりますから、かなり運動強度としては高くなります。最初は少ない回数からバランスを維持するところをしっかりと意識して、少しずつ1回2回というふうに段階を追って反復回数を増やしていってください。私のところでよくやっているのは1分間とかいう単位の中でバランスを壊さずに左右対称な動きができるようにする。そこから少しずつ増やしていって、1分間で安定してできるのが例えば20回だったとすると3秒に1回のペースということになります。完全なフォームがマスターできたら1分間という時間を変えずに、そこの中で反復する回数を増やしていきます。そうするともし30回できるようになったとすると2秒に1回のペースで行っているということになりますので、スピードが上がったということになりますね。これでバランスさえ崩さなければ上げられる範囲の中でスピードを上げることは構わないです。あくまでも腰が痛くない、左右のバランスが取れている、こういったところをしっかりチェックポイントとして抑えながら確実に安全に強くしていっていただければと思います。